海丹高校出身、明王大学国際学群観光産業専攻4年次の伊波芽衣子です。日本郵政の窓口業務です。観光産業を専攻しているので、観光地として発展するためには地域住民の理解協力が必要とか、観光産業を発展するための観光業を学びました。遅めのスタートだったんですけど、2月後半から合同企業説明会とかに行って考えるようになりました。観光産業を専攻して学んだので、その中でもホスピタリティ概論という講義で人に注目した講義だったんですけど、人と社会人になって関わっていくので、そのホスピタリティ概論を学んだことで就職してプラスになっていくと思います。郵便局に就職するんですけど、地域の人から愛されて必要とされる郵便局員になりたいです。大学になると関わる年代だったり人が幅広くなって、明王大学も7割県外の学生ということで、いろんな人と出会えるので、自分から積極的に行動して友人を作ることをおすすめします。そしていろんな経験して積極的に行動することが大事です。就職活動も自分の思う通りに自分の強みを生かして頑張ってください。明王大学は自然のあふれるとても住みやすい環境となっています。県外の学生も多いのでたくさんの交流ができます。明王大学とても楽しいのでぜひ来てください。わー